はい、こんにちは。著者の岡月です。では、この本を使って学習する際の注意点や、こうすれば最大限に活かせるよという話をしていきたいと思います。で、まず注意してほしいのが、パート0を読み飛ばさないということですね。で、パート0は英語の基本としているんですが、この本を通して身につけてほしい文型や句と説、そして品詞の感覚の土台の部分を解説していますで。いきなり全部覚えるのは大変です。なので、一旦一通り目を通して全体像 をつかむそしてパート1以降に進んだ時につまずくたびにパート0に戻ってくるということを繰り返していきましょうでこれがしっかり感覚を定着させるために必要なプロセスになりますで パート0は紙面を写しながら解説した動画もつけているんですね。なので読むのが大変な場合は動画だけ見ても OK です。で、もう一度言いますが、ここは絶対に読み飛ばさないでください。では、パート1以降の使い方ですね。こちらは導入部分を確認した後、例文を見て構造や意味を考えましょう。で難しいものも出てくると思いますが、一旦立ち止まって意味を考えてみてください。そして意味を考えた後、解説を読んで思考のプロセスを確認していきましょう。 で文の構造の図解と和訳をつけているので自分が考えたものと合っていたか確認してみましょうで全部見開き完結にしていますなので例文2つ確認した後はまとめの部分を見て覚えるべきことを確認しましょうちなみにこの本は後半に進めば進むほど前に出てきた内容が繰り返し出てくるように例文を作っていますなので分からなくなったら該当するレッスンに戻るなんか見たことあるけど分からないというふうになったら前のレッスンに戻るという 作業を繰り返しましまょうでああこれねはいはい出た出たっていう感じに思えるようになるのがゴールですねさあそして動画の使い方ですがまずは本で例文の意味を考えてみてから見るようにしましょうで解説の流れは本と同じようにしているので本を開きながら動画を見ても OK ですでおすすめの方法は一 本のの解説をを読んだ後動画を聞き流しでででももいいので何回も見ることですねで僕も普段本を読む時によく行ってるんですがまず紙の本で読んでその後オーディオブックで本の音声を買って何回もリピート再生するっていうのをやってるんですねでこれやると知識の定着度合いが段違いになりますでリピートの時は再生速度を速くしても OK とか何かしながら音だけ聞くとかでも OK なので何回も繰り返しましょうで人間は絶対に 忘れてしまう生き物なので一回読んんんだだけででは覚えられませんなんで何度も繰り返すということを大事にしましょうこんな感じで本と動画の両方を使うのがおすすめなんですが動画だけでも完結できるようにしているので本当に文字を読むのが辛い場合は動画だけ見ても OK ですさあ次はエクササイズの使い方ですねでエクササイズ A はサクッと重要事項を確認できるようにしていますでドリル的な使い方でそのチャプターの内容が理解できているか確認しましょうでパートごと につけているエクササイズ B は実際の入試問題なので少し難しめですただレッスンで学んだ内容を確認するための問題なので単語が難しいところとかは辞書を引きながら挑戦してみましょうでエクササイズ B は解説動画をつけているので知識を定着させるためにこちらもリピートするのがおすすめですねだ最後に端末付録ですねでこちらはレッスンの解説の中で端末にまとめているので覚えておきましょうという感じで出てきますでこちらも1回では覚えられないので で忘れるたびに巻末を開いて覚えるようにするという感じですね。そして例文集をつけていますで。 これができると完璧という方法なんですが、左の英文のページだけを見て、文系や構造が説明できるか挑戦してみてくださいで。説明できなければまたレッスンに戻って解説を見るというふうに繰り返すようにしましょう。で音声をつけているので、ぜひ真似するように音読しましょう。で音読するときはまずは文系や意味の塊や品詞などの構造を意識して10回、そして次に意味が思い浮かぶように、 10回音読してみましょうスムーズに頭の中に意味が出てくるまでこう音読する感じですねでここまでやれば完璧ですねではまずはパート0から一緒に頑張っていきましょう